子供の頃ビートルズに憧れてホーキを弾きながら紙テープの長髪を揺らしながらエアビートルズで遊んでいた。大人になったらロンドンに行ってビートルズに会うつもりでいた。やがて青年になるとビートルズは諦めていた。ディラン・セカンドに憧れて仲間とバンドを組んだ。春一番コンサートに出ようと思っていた。目覚めサラリーマンになり平凡な生活を送っていた。ただがむしゃらに働いて何も考えずに定年になった。歴を過ぎるとまた身の程を知らずな気持ちが芽生え、毒を食ったりピアノを習ったりしていつしか武道館ライブを夢見ている。還暦過ぎるとまた知らずな気持ちが芽生え、曲を歌ったりピアノを習ったりしていつしか武道館ライブを夢見て